それじゃあ。 山岸さんの推し。あ、あの。ああ、じゃあ彼君のこと山岸さんから聞いてるよ。新入部員の宛てにってあなたの方から来てくれるなんて。あの僕平賀圭介。圭介先輩しっかりしてくださいよ。相変わ山岸さんも復帰して僕ももう少し。 いやあのそんなことよりもさ心配しないでうち部長の僕だって初心者みたいなここでこうして会えたのも何席を置いてくれ。 一応ここの出入りは入部届だけは出してね。テスト前の何日かは活動停止に基本自由参加だけどたまにまさか同じ部活じゃあ早速手伝。
素晴らしい。楽しみに。依頼を受けていた成果のご報告。残念です。素晴らしい。それで正確なバックアップのためと、それにこの間の編成はリーダーの君にできる限りの力。リーダー、うん、それでは探索開始だ。体力や気力は大丈夫ですか？無理はしないでくださいね。うん。ミツルのペルソナは本来前線向きだ。遠慮なくこき使ってやれ。お手柔らかに頼む。手強い相手ですね。注意してください。急所をつく。これでどうだ。手強い相手です。ご注意を。焦らなくていい。通り全然ここはペルソナ。当然だ。真田先輩、さすがロフトワークです。この局面ならペルソナ。どうする。We'll be right back.
次はベルサだ。その調子だ。やっちゃうかんで。この一手で決めてやる。次はさっきみたいに決めよう。山岸の加入は大きい。情報相手になろう。この一手で天敵です。
こんなものか。俺の力で。どうする？あれは希少なシャドウだ。こいつは逃さん。ぜひ倒しましょう。攻め時か。ペルソナ。霧城先輩、敵をダウンです。君の出番だ。どうする？ペルソナ。先を急ごう。階段だ。行こう。強敵で。
く。テオルギア、今ならいけそうです。放つぞ。決めてやる。焦らなくていい。行くぞ。サナダ先輩の攻撃で敵2体がダウンです。行け、いいだ。解析準備中です。もう少し時間はかかりそう。どうする？レディース。抜くなよ。行けよ撃破。明彦、真田先輩ナイス。
違った。ありがとう。ペルソナの新たな力か、うん、それはいや、ようこそベルベットルームへ。さあ、さて、探すといたしましょう。こちらは強いペルソナです。こちらでよろしいですか？こちら引き継ぐスキルをお選びください。かなりの力を。これはこれは。まだ扱いきれません。特別なペルソナをご所望ですな。こちらのペルソナですね。引き継ぐスキルをお選びください。いくらかは力を授かるようで。いよいよでございます。
ちらでよろしいですか？どのようなペルソナをご所望ですかな？良い選択かと存じます。引き継ぐスキルをお選びください。力を楽しみでございますな。これまでの歩みでございます。登録なさるのですね。受けたまわりました。敵の反応は感じ取れるようです。分かり次第お伝えしますね。ああ、油断はできない。慎重にな。あれ？やはり私は前線でこそ力を尽くせる。シャドウいたよ。いい運動だった。階段はこの位置か。あ、宝箱があります。武器が交番で買えるなんてびっくりだよね。まあうちらにはありがたいけど。あの箱は特殊な。階段があるな。ここも気は抜けんな。シャドウがいるな。もうお気づきでしょうが、徘徊するシャドウは
無限に現れるのです。邪魔するなんてな。気をつけて。砕け散れ。発見。どうする？敵だ。片付けるぞ。気をつけろ。敵だ。俺の力で行くぞ。この一手で後悔しても遅い。敵剣のためにしてやる。必ず投げる。処刑する。
けど、どうする？階段だ、行こう。このフロア。続けていくぞ。気をつけろ、敵だ。同じようなフロアばっかりだけど。やるぞ。解析準備を開始します。勝ち筋は行くぞ。引かない。だとこの一手で決めてやる。今のではダメか。引き金を。
し視野が広がった気がします。だいぶやったな。ありがとう。シャドウを殴って痛くないのかな。レアな敵です。なんとか倒したいですね。攻め時か。後悔しても遅い。霧状艦隊の攻撃で敵2体がダウンです。ここはこれで見事だ。行こう。連携だった。さあ次だ。敵だ。片付けるぞ。あ、階段。よし、行こっか。今度みんなでカラオケ行かない？ストレス発散になるし。カラオケとは、空のオーケストラという由来の造語だそうだな。見事だ。行くぞ。
容赦はしない。キルギャバさすがです。黒のネズミだ。これは投げだ。ありがとう、助かった。見事な勝残念です。
て当然だ。非常展開ダンス、誰かエコを。油断した。この状況なら先手しれよ。今蹂躙する。終わらせる。完璧な勝利だな。うまくきっ。あれは手強い相手ですね。注意してください。遅いな。リーダー、私の声わかりますか。出ろ、消えてしれや。非常性対戦するよ。この状況なら飛ばせる。キャー、仕上げだ。弱点をつきました。どうする。弱点をつきました。討伐終了。シャドウ反応を消失しました。問題ない。急所をつく。
ペルソナ。剣のためにしてやる。どうする？ペルソナ！ナイス！いい調子！行くよ。言えないけど、授業中に言うと。あ、シャドウ。あれ。敵だ。片付けるぞ。階段。